はい、こんにちは。実数解を求めてくださいってことなんですけど、これ見た瞬間、あれルートの中身マイナスって思っちゃいましたけど、私も。でも、まあもちろん、ルートの中身がマイナスなのはダメですと。で、まあ、指数が、まあ、例えばこの2の x 乗と3の x 乗っていうグラフ書けば、2の x 乗っていうのは、こんな形とすれば、3の x 乗は、こうですよね。なんで、まあ、このグラフからも明らかに0。だと、明らかな解になります、ね。x イコール0は明らかな解です。で、x が負じゃなきゃダメです、ね。負だったら、ちゃんと、こっちの方がでかくなって、こっちの方がこれよりもでかくなって、ということで、ちゃんとプラスになるんで。なので、x が負という条件において、まあ、そうすればもう、2乗して安心して、ルートが外せると。で、まあ、その前にあと、これ、見るからに2の x 乗と3の x 乗だけで、できた数ですよね。これ2の x 乗かける3の x 乗。3の x 乗の2乗なんで。なんでまあ、見やすく2の x 乗を A、3の x 乗を B と置いとけば、A-B がルート、これが AB で、引く、こっちが B 乗ですよね。でまあ、両辺2乗しちゃって、A2 乗、マイナス 2AB、プラス B2 乗が、AB 引く B 乗と。で、移行して整理すれば、A 二乗マイナス 3AB プラス 2B 二乗が0と。これがまあ、うまく、ちゃんと因数分解できると。A 引く B と A 引く 2B と。で、この A イコール B っていう方の解が、これですよね。2の X 乗イコール3の X 乗。これも X イコール0だけど。で、もう一個の方が、2の X 乗イコール 2×3 の x 乗と。で、これを満たす x がそんな綺麗な有理数でないのはまあ一目明らかって言っていいんですかね。まあこれ、両辺にまあプラスの数なので対数取ってもいいですし、好きな定で。まあ、どうせせっかく両方 x 乗なんで、両辺3の x 乗で割ってあげて、三分の二、丸々の x 乗と、が二としてあげればもうこれで、x は、ログ三分の二、二と。で、まあこれ明らかに負の数ですよね。対数関数は、y イコール、ログ ax は、a が一より大きければ、こういうグラフですけども、今、定が一より小さいときは、こういうグラフですね。滑らかじゃなかった。なんで、ちゃんと2だったら負と。で、まあ、定が3分の2は嫌だよっていうんだったら、まあ、何でも好きなものに変えればいいですし、まあ、ここで変えるぐらいだったら最初から両方に対数取っちゃうのも手ですよね。まあ、何でもいいんで、まあ、じゃあ、何か、もう好きなもの、2でも3でも、10でも、E でも。まあ、そしたら、結局これは、ログ、2引くログ3分のログ2ですか。まあ、定は好きなものと。まあ、2でやったら、まあ、1引く。で、分子も1になると。まあ、対数が少なくて済むってだけですね。じゃあ、以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC 三太郎さんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているので、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。